ちゃんです。あ、そうたくどっかですよ。甘かけ湯のきらめき。はい、ということで皆さん、はい、今日映像から一つ提案があります。うん、映画提案があります。大勢の屋上ならね、胃袋にね、何枚でもね入れないんじゃないか。僕はひたすらお菓子を食うざまをこの動画でご覧いただきましょう。あの、まあこのエブ君がなんかいきなりね、あのサイゼリアのホッカチョなら何枚でも食えるって言い始めたんで、うん、まあこれはワンチャン。ホッカチョって友達だから。小麦とさ、エビ時間制限ないって言ったら、だから、まあ、そう1時間1時間の間に何枚食えるか、うん、僕たちはね、まあ言ってますけど、それではいきます。はい、ということでサイゼリア着いたんでね、で今こちらに5枚並んでますね。5枚、5個頼んで、とりあえずスタートダッシュはこの5枚で駆け走っていこうということで、ね、無駄話はなんでね、早速いきます。レディーゴー。俺ら普通の食事ちゃんと、うまい。味がないのはやっぱホッカチョのいいところですね。これだけは割とうまい。味より食感の方がうまいね。何枚でもいけるね。1枚ちょうど2枚目です。開始よ。ちょうどね、今回ね、ガチでやらせていただきますが、ちょ、1位取るんで。この距離で何言ってんの。え、マジでって結構イネタマなもんですね。これセカちゃんの続きか。10いかなかったら自腹。そんな痛くない。一週間もいらなかったな。逆になんで名前だけ言ってる。何を根拠に。提案を上げます。客の寿司書いて、ホッカチョを5枚なんで食い切れる。何言ってんの。だから47年食えない、俺もう腹いっぱい。いや、もう本当に腹いっぱいだ。お前が言ったんだろ、食えるって。ということで3枚追加注文いたしました。これがいいね。5枚食ったら気づいた。あ、9だということで、僕が食べたらこちらの。あ、何食べるの。ジャゴーツンじゃないですか。どうか、すぐこいつになる。まあ一回だけだからね、このスープは。このスープは予算落ちないからね。追加コンテンツは課金で。これ27分。10枚いったら自腹買いだ。この時点でこの動画の次は変わった。1時間で10枚ナレーションの時でもナレーション流れてた。田舎のヤンキーでさ、ちょっと取られて出ちゃって、ちょっとキメキメで行っちゃった。コアに当てられたのか。そう。何分。22分。22分、余裕じゃん。おいしく食べたな。これ一人でやらせてる。はい、で、これ3枚こうやって計8枚こうやって、あと2枚、あと2枚食うことで、あの一番間違える曲で何ってか。はい、ということで今2枚いけたんですけど、本当に3分35。あ、もう早くしないと。暑いよ、暑いよ、暑いよ、暑い。ジーバーラ、ジーバーラ、ジーバーラ、バーラ。待って待って、本当のやつ、本当のやつ。ホッカチョウがバカ頼みやがって。光のホッカチョウ、本当に暑い。多分あと3分です。あと3分ですよ。おっと、手を置いてしまった。諦めモードだ。それはもう終わりなのか。男として走りではないのか。残り1分。時間前の自分を恨むの。はい、はい、炎上。食え、食え。さすがです、さすがです。お、お、お、お前もっと早くやるよ。はい、スイカのホッカチョウでございます。はい、5秒、4、3、2、1。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました、本当に。てかさ、これ何の検証よ。風を切って走ってゆく希望の街へ